で今日の内容ですけれども、今日は労働市場ということでお話をします。それで先ほど言ったように、労働市場の理論、ごめんなさい、途中いろいろありますけれども、労働というかの選択とか雇用の決定というのは後で戻ってきて、あえて図を使わないで言葉で説明します。で、一番大事なのはここで、横山さんがマネタリストのフリードマンのところで気がついた、なんで給料下がらないんですかってところがここです。ここです。まあ、労働市場の重要性については最初お話しします。で、これでお話終わりということにします。で、小テストの振り返りは終わりました。で、ゆっくり見てみます。一番最初からゆっくり見ます。で、マクロ経済学は、国全体の経済を見る学問ということは、そんなに議論の余地はないと思います。で、全体を最初国民経済の計算ということで見ました。で、全体がこう景気変動で動きますよということです。で、主体は家計と企業と政府と。で、政府はうまくいっているときは出ませんと。で、悪いときに出てきますと。良すぎるときに出てきますよということです。で、家計がどういう行動原理でというのはマクロ経済学の立場で説明しました。利子率で今日の消費と将来の消費決まりますよ ね。で、企業がどういうふうに投資するかというのも投資効率と利子率ということで説明ができました。で、今日はこの関係で労働市場ということに入ってきます。で、来週再サービス市場で金市場というふうに進んでいきます。で、まず労働市場の重要性なんですけれども、労働市場の重要性ですけれども、労働市場の仕組みはどういうふうになっているか。で、端的には失業の存在、なぜそんなことするのかと。失業っていうのがマクロ経済学の誕生となった重要なトピックです。で、それまでの経済学では失業は存在しない、失業しているとしてもそれは自分で選んだということでした。というのは理論的に自動的に調整されて均衡点に至るので、自分で望まない失業はないというのがそれまでの経済学でした。でもマクロ経済ケインズがそんなことはないですよということで登場して、失業をなんとかしなきゃいけないと。だから失業はありますということです。なので失業大事だと、言わなくても分かりますよね。年末炊き出しとかして本当食べるものがなくて困っている人を助けたりというのはニュースになったりします。で、1999年の日本、ちょっと最新のデータを持ってきたんだけど、さっきコピーの時に取れてしまいました。で、1990年の日本の状態、2000年の状態ですけれども、失業者が317万人です。300万人。山梨県の人口どれぐらい今、180万ぐらい、いずれにしろ甲府は20万ぐらいか。これだけの人が自らの意思ではなくて働きたいのに働けないということです。で、さっき見たんですけど、29万人ぐらい今年で減ったっていう話をちょっと見ました。数字ちょっと忘れちゃいました。別に検索すれば、インターネットで検索すればいくらでも出てきます。だから今景気はいいです。で、いずれにしろこういう状態です。で、この先にもう飛びます。ちょっといろいろ思うところがあって飛ばします。で、ここに行きます。で、失業があります。失業がありますので、次は労働市場の話ですよね。労働市場で雇ってくれる人がいなければ失業が出ます。だから労働量が多すぎるということです。で、労働市場が自動的に均衡に至るのか、それが完全雇用の状態なのかがマクロ経済学焦点を当てる大事なことの一つです。で、労働市場の均衡っていうのは雇用されている労働者の数が完全雇用かどうかが大事な問題で、完全雇用っていうのは非自発的失業がいない、自分から望まないのに失業している人がいない状態。自分から望んで失業している人っていますよね。失業っていう言葉は正確じゃないかもしれないけど、皆さんそうです。会社員じゃないです。
学校行ってます。だから正規社員にはなってないです。バイトはするけどね、バイトはちょっと特殊。要するに非自発的失業がいないかどうかが大事な問題で、非自発的失業がいない状態が完全雇用という問題です。それで新古典派による労働市場の考え方とケインズによる労働市場の考え方で、これはまあ大して重要じゃないのでさらっといきます。で、新古典派っていうのはあまり表現にこだわりすぎなくてもいいです。ケインズの前の人、古典派っていうのはアダム・スミスとかあそこら辺の人で、メンガ・ジェボンス・ワルラスって話をしましたよね。限界革命でみんなが悩ませてる限界なんとかっていう考えを出した人で、その後マーシャルって人がいて、それをきれいにまとめました。あそこら辺の人を新古典派って言います。だから経済学のこういうやつを作った人です。一番典型的な経済学、これは新古典で、これとケインズによる労働市場は違うってことです。で、ちょっと 最初からポロポロポロ出てきましたけども、そもそも失業なんですけども、自発的失業っていうのがあります。でそもそも働く意思を持ってません。なので統計によっては最初から労働人口として計算しないものがあります。余分だから失業者どれぐらいいるかっていうふうに調べるときに学生のこと調べないんですよね。もともと労働人口じゃないから。入れてもいいですけど、入れてなんかそれを計算のとき外してもいいですけど。で、自発的失業っていうのは主婦ね、最近こっちもいますけど、私の夢はこれです。別に社会参加どうでもいいです。ストレスを試し職場に行くよりはうちで3食作った方がずっといいですっていうのはちょっと、まあいいや、後でカットしませんから今のところ。で、学生はそうですよね。これは、まあ、通常は労働人口入ってきません。で、就職活動しない人、まあ、これがちょっとすごい問題なので私は嫌ですけども。で、要するに自分の意思で働いてない人はまあ自発的必要なので、これは本人の意思なので問題ないですよね。問題なのは働く意思があるのに職がないっていう人ですね。で、この人たちはやっぱり真剣に救済されるべきだ。まあ、ちゃんと真面目で働く意思があって能力もあるのに職がなくて収入がない、まあ、失業手当出ますけれども、まあ、それは少ないです。ギリギリ食えますけれども、まあ、豊かというには程遠いです。だからこれを何とかしなければいけないということです。それとものすごく冷たい言い方に聞こえますが、自ら望まないで失業している人ってやっぱり不満がたまるでしょ。今のヨーロッパの政治とか見れば、ね、小野里さんがやる政治、国際政治を見ればやっぱりそうですよね。働きたいのに、ちゃんと働きたいのに職がないから、やっぱりそういう政権とかそういうことを原因だと思われている EU とかに攻撃するわけでしょ。そうでしょ。なの でそういう人は何をするかというと、必ずしもそこがいいわけじゃないですよね。別に失業している人が悪いってことじゃなくて、本当に収入なかったらやっぱり私だったらしますよ。本当に失業して食えなかったら万引きするかもしれないですよね。そういうリスクが出てくるので、それを防ぐっていう、非常にこう言い方すると冷たく聞こえるかもしれませんけども、でもそういう意図はやっぱりあります。もちろん人間ですので、困っている人はそれは助けるというのが最初の発想ですけども、そういうドライな考え方も少しは必要だということです。でこれが大事、これは大事です。で、摩擦的失業っていうのがあるんですよ。でこれは何度も話しました。経済が発展していて、こう今までの軽かったり小さかったり、そんなに儲けがないものから脱皮して、もっと高度で大きいものに行くときって摩擦的失業が生まれます。ここが衰退して新しいのが生まれます。その時に今日まで働いてて明日からこっちって行かないですよね。その間失業します。で、まあ、典型的なパターンはなんか専門学校とかちょっと行って勉強してということになります。で、まあ、日本の場合は勤めてから研修ってしてくれますから、いい人だったら雇ってくれますけど、でもちょっとタイムラグが必要出ますよね。今話して繊維産業が衰退して IT 産業が効率で、繊維産業で労働需要が減って IT 産業で増えると。で、ちょっと長い目で見れば IT 産業が増えた方が高い給料もらえると。で、国としても豊かな。で、この間も摩擦的必要って必要が生まれます。で、アメリカ、ごめんなさい、
私がゼミ生に読ませている英語の教科書とか読ませると、失業はゼロっていうのは良くないという書き方をしてちょっとびっくりしました。っていうのはこれのこと、これが全然ないっていうことは経済が全然動いてないってことからかえって良くないって言い方をしてたのでちょっとびっくりしました。まあ言わんとすることは分かりますけどね。で、税収の抹殺的必要があります。で、税収の問題はこれです。非自発的支援ということです。それで新古典派による労働市場とケインズによる労働市場っていうのがあります。で、新古典派による労働市場っていうのは経済学概論の最初の最初の最初の方で言ったように、物の供給と需要ってありますよね。で、物が多すぎると価格が下がって自動的に均衡に至りますよね。で、物が足りないと価格が上がって自動的に均衡に至りますよね。で、ほっといても自動的に一番いい状態に至るっていうのが新古典派の非常にシンプルな理論です。なので労働市場ですら労働市場の機能によって必ず需要と供給が均衡に至ると、彼らはそう考えます。で、労働の長期休暇がある場合は賃金が低下して均衡に至る、ね、大勢働きたい人は雇う方が強気ですから、いや給料下げて大勢雇えば雇う方は雇えるので雇われない人はゼロになるということです。で、労働の超過需要がある場合は賃金が上昇して均衡に至ります。今コンビニのバイトでも時給すごい高いですね。1300円とかって私びっくりしましたけど、だバイト足りないときは上げれば、賃金上げればそれぐらいだったらやってもいいよということで来るので、足りないってことはなくなると、だ自動的に均衡に至るとので、必ず完全雇用の状態で均衡するので非自発的失業はないというのが新古典派の理論です。で、ケンズはちょっと待ったと、目の前見ろって、ケンズの生きてた時代目の前ロンドン見ろって、失業者であふれてみんな困ってるでしょって、そういう時こういうことを言っておかしいなと言ったのがケインズです。まあ、ケインズ自身はね、なんか踊り子さんに大金をつぎ込んだらしいですけどそういう人だったらしいですけど、まあいずれにしろ現実をちゃんと見ました。で、ケインズの労働市場はこういう考え方です。賃金は下方硬直的なので、極端には賃金はいくらでも一定の労働を供給したい人がいるので、いるのにもかかわらず下方向調的だから賃金が変化しないで超過供給、すなわち非自発的需要が存在してしまうってことです。ことです。要するに賃金が一定下に下がらないっていうことですので、非自発的需要がいるんですよというのがケインズによる労働市場です。それでこの図を使って今日前半本当はやるつもりだったのを言葉だけで説明します。まず労働の供給の話なんですけども、 A 子さんというのが前半で書いてありますが、こういうことです。例えば A 子さんの行動パターンで、 A 子さんの労働供給で事業がない日で土日月、土曜日はいつもデートしてて日月でバイトしてる、でバイト料は1000円、ね、で土曜日デートしてます。で土曜日という余暇を選ぶのか、日月バイトという労働の供給を選ぶのかってとこで、普段は土曜日バイト日月あごめんなさい土曜日デート日月日月バイトです、ね、時給は1000円です。でそういう時にそろそろ暑いしね、水着買います。夏今のバイトのまんまだと普通の水着、ちょっと頑張ってバイトするといい水着が買えます。さてその時バイト料が1500円に上がりました。店長がちょっと忙しいからさ、日曜日もシフト入れてよ、 A 子さんとしてはいや、ごめんなさい土曜日もバイト入れてよでも A 子さんとしては本当はデートしたい、でも1500円だったらデートちょっと我慢すればいい水着買えますので、余暇を減らして労働の供給量を増やします、ね、賃金が上がるんだったら
余暇を減らして労働の供給量を増やします。そうですよね、そうですよね。で今度ちょっとバイト余ってるからさ、まあクビにはしないんだけど、あの時給800円に下げてもいいと言われたら、だったら日曜日前あの前あの午前もちょっと彼氏と一緒によって言って労働供給減らします。ですよね。そういう関係になってます。イメージできますよね。あの賃金が上がるんだったら労働を増やして今のうちにお金貯めておこうと。でうんと減るんだったらそれだったらデートした方がいいやと。だ賃金が下がると労働の供給量を減らしますということになります。だ今言ったことをまとめると、賃金が増えるんだったら労働の供給を増やしますよね。ちょっと番外編で、まあいいやそれあとでよ、もう一回言いますね。賃金が増えると A 子さんバイト料上がるんだったら彼氏とのデートを我慢してたくさんバイトしますよね。そうですよね。そんなに変じゃないですよね。そういうの中で生きてます。で今言いかけたのでちょっと番外編ですけれども、今度すごいバイトの賃金時給が高い、時給1万円、ちょっと怪しいのでちょっと気をつけた方がいいんですが、そういう話するとちょっとやばいからのそれ以上立ち入りませんけれども、ちょっとすごい高くなった、まあ、もうちょっと現実的にあの2000円とか3000円ぐらいにしておきましょうか。今度はすごい高くなったら、あの日月バイトシフト入れなくても月だけバイトシフト入れれば十分ですよね。だから労働供給減らします。これってこうイメージわかります。すごい稼ぎ良かったらそんなに働きません、ね、給料少なかったら残業までしてちょっとお小遣い欲しい。だからイメージとしては合ってます。で今度は雇う方ですね。でその A 子さん雇ってるコンビニの店長、ね、でバイト君ゼロの時から一人もう手が足りないから一人雇いたいっていうと、すごい効率いいですよね。自分いなくても少なくても一人いるからお客さんさばいてくれるから利益がいっぱい上がります。でそのバイト君をちょっと帰らないで深夜まで働いてって言って、でもバイト君だんだんこう疲れてきてお客さん並んでってレジ打ち遅くなりますと、だんだん利益下がってきますよね、まあ、この件はいっぱい言いました。ということは時給は一定でもだん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 労働の需要量を増やすと利益が下がってきますので、需要量もだんだん減ってきます、減ってきます。今まで 何度も出てきました。でこれいつか整理して話します。だから実質賃金が高いと雇用量は少ないです。言い換えると雇用量が少ないうちは実質賃金は高くてもいいです。でも増やしていくとだん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 実質賃金を減らさないと自分としてはダメ。小山さん今ちょっと分かんないって顔したけど大丈夫？ OK。 今までそうだよね、生産量を増やすと利益減ってったよね。だからあの利益がいかないんだったら賃金減らさざるを得ないでしょ。そういう関係になってます。で今日はここまでにしときます。でまた整理して話しますから、まあ、整理します。でもイメージは湧くでしょ。今まで何度か話したから、こう生産量が増える、生産量、雇用量が増えるってことはそのコンビニのバイトのサービスが増えるってことだから、で増やすとだんだん利益が減ってるから賃金低くないとダメですよってことです。でこれはこういう関係、供給がこっち、需要がこっちで、労働市場古典派です。でこの関係でどうなってるかっていうと、この関係でどうなってるかっていうと、仮にここら辺の賃金ちょっと上に書いちゃったかな、下の方が分かりやすいです。まずこれ WP 値っていうか WP2 にしておきましょう。この低めの賃金だったとします。そうすると A 子さん賃金低いからデートを優先してあまり来ないですよね、バイトね、雇用料を抑えます。でも店長としてはバイト料安いんだったらいっぱい働いてもらってもいいよと、ちょっとあの需要はこんなに多いんだけど供給少ないのでそもそも人が足りないとことになります。だったら上げざるを得ないですよね、バイト料で上げていくと
A 子さんもだったらちょっとシフト増やしていいですよ。でだん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 ここに近づいてここでぴったりということになります。でここでは A 子さんもっといい水着買いたいんで、こんだけバイト料高いんだったら彼氏とのデート今週も丸々諦めてたくさん働いてもいいよと言うけど、バイトの店長としてはこんなに高かったら雇えないよと、もともとなのでこれだとダメなので下がってきて、どっちにしてもここで必ず均衡するんですよ。なので非自発的、自分から望まない必要がない、ないってことです、ないってことです。でこの中ではいわばここが A 子さんの失業時間かな。まあここではゼロに必ずなりますけど、そうですよね、ここで働きたいんだけど私働いてもいいけど雇ってくれない部分ってここですよね。斉藤さん OK？ これ難しく考えすぎなくていいから、一番言いたいのは自動的に必ず来るので非自発的必要がないってことです。っていうのはここがポイント、賃金が自由に上がったり下がったりするから、上がったり下がったりするから。でもケインズは違うって言いました。下方硬直的だって言いました。で教科書にはこっちの図が必ず載ってるんですけども、今までの学生の反応を見ながらこっちの図の方が分かりやすいのでこっちの図で最初に説明します。こういう関係です。こういう関係です。さっきと同じです。供給があって労働の供給があって労働の需要があります。労働の需要は同じです、同じです。で賃金が下方硬直的なので非自発的必要が生まれるってケインズは言ってます。でさっきと違うのはここでピッてこっち来てるでしょ、こっち来てるでしょ。でさっきまではこうなってましたよね、こうなってましたよね。でここで下方硬直だ、こっち行くってことは下がるってことでしょ、賃金が下がらないでここでこう止まってる、下がるのだから下方硬直的って言ってます。下方硬直的って言ってます。で下方硬直的なので何が起こるかっていうと、もし下方硬直的じゃなくてここまで行ってくれるんだったらこの賃金、安い賃金でもいいっていう人を雇いますよね、さっきと。でも賃金が高いから需要側はここでしょ、ここまでしか雇えないでしょ、賃金はこれだからここまでしか雇えないでしょ、この量しか雇えません。そうするとここの人は自分では働きたいのにこっちが動いてくれないから働かせてもらえないってことになります。どうでしょう、ここの人はねちょっと違うよ、非自発的じゃないよ、私賃金高くないと働かないって言ってんだから。そうでしょ、ここの人はいや自分はもっと低くてもいくらでも働きたいのにここで止まっちゃって下に行かないから雇う方がここしか雇ってくれないから働けないので非自発的必要、これが大きい特徴です。下方硬直、下方硬直分かりますよね、硬くなって止まっちゃった、もっと柔らかくこっちへ行けばここまで人が雇ってもらえるのにここで硬くて下に行かないで止まったのでここまでしか雇われないので、ここでいくらでもいいよって言っている人がこれだけ働けないということになります。これがケインズが言った賃金の下方硬直性があるために非自発的必要が生まれるってことです、ことです。だから失業はありますって、大体ケインズが生きた時代に目の前にいっぱい人困ってんだからありますということを言ったわけです。
でもう一つので一応説明しておきます、教科書にあるので。でこれは要するにもういくらでもいいから働きたい、だから賃金がいくらでもいいよと人が一定数いるってことです。でも例えば賃金が上でここ止まってしまう、これ下がらないと雇える量は、ごめんなさい、ここまででこっちがいかないとここまでしか雇えないでしょ。賃金が高かったらここまででしょ、ここまでしか雇えませんので、ここが非自発的失業になっちゃいますよと。だからいくらでもいいよっていうのはこう、賃金がいくらでもいいよっていう表現が普通の教科書ではこうなっています。どっちでも自分で理解しやすい方で、どっちでも表現の仕方なので正しいと思います。で今言ったのはくどいですけど整理しますと、失業は問題です。で特に非自発的失業は問題です。まあ、もうちょっと正確に言うと、摩擦的失業も、まあ、できたら早くなくしてあげるといいですよね。まあ、やむを得ないにしても期間は短い方がいいですよね。それに関して古典派としては、いやそもそもそんなものないじゃんって、非自発的失業なんて、みんな自分で自発的に失業してるだけだよっていうのは、自動的に均衡に至るからと言いましたけども、ケインズはいや賃金が下方硬直的なので非自発的失業は出ます。そこが労働者に対する考え方の違いということです。あ、全部消えちゃったかな。でじゃあなんで賃金が下方硬直的なんですかということですけども、いろいろ理由はあります。なぜ下方硬直的か、でまあ現代だったら答えは簡単です。なんで賃金下方硬直的なのか、法律があるから以上、ね、労働基準法があって最低賃金って決められてます。だからそれ以下には下げられないです、ね。まあ、実際、まあ、ちょっと、まあ、録画されてるか言わない、まあ、いろいろありますけれども、なかなか守ってない業者さんともいるんですけれども、あの、まあ、法律があるからダメ、そこから下げられない、それで話は終わりです。でもうちょっと突っ込んであの話をしますと、実際ほとんどの大きい会社の賃金って最低賃金よりもずっと上です。でそこから下がらないです。で実際のこと、本当の賃金のことを数字を知らないのでちょっと言い過ぎないようにしますけども、今東芝って会社が問題ですよね。問題ですよね。だからほとんどの人が転籍、2万人だったかな、2万人っていう人が転籍って言って子会社に勤め先を変えさせられる。まあ、実質賃金は下がります。で、あるいは、ボーナスはない、でも給料は出てるんですよ高い給料出てるんですよ。でボーナスは出ないということで、そういう時は実質賃金下がったりしますけれども、それでも他の会社に比べるとまだまだ多分高い給料だと思います。なかなかそんな状況でも下にはいかないです、給料っていうのは。でまずじゃあなんで下方硬直的なのか、当然法律があるからね、あの最低賃金よりは下げられませんけれども、相対賃金仮説っていうのがあって、あの組合があって他の人を挙げると、他の人がなんであいつだけっていうことになってます。労働組合ってそれは世界中にありますので、単純に下げられませんよということです。でこれちょっとリスク回避運のはこれちょっと覗いてほしいんだけども、雇用者と労働者であったかも賃金が固定であるかのような契約があるかのように行動しています。で日本は終身雇用、まあ、まだまだ続いてますよね。完全には崩壊してないですよね。でじゃあ終身雇用ですって入社した時に契約するかって別に契約しないです。で大きい会社入ったらよっぽどなんかヘマしたり、よっぽど成績悪かったり、なんか問題を起こしたりしない限り、自分から辞表を書かない限りはまあいられます、終身雇用と。でそれなんか入社の時、入社内定式の時契約書を交わすかって別に交わさないです。その暗黙の契約があるから、だから安易に下げるってことはしないです、下げるってことはしないです。
まあ、今いろいろ世の中変わってきましたけどもね、私の経験でありますけども、言うとちょっと皆さんひっくり返ってびっくりするので言えませんけれども、まあ、世の中変わってきましたが、まあ、大体下げるっていうのはかなり難しいです。でインサイダーアウトサイダー仮説っていうのがあるのでありますなんで賃金が下がらないのかっていうのの理由の一つとしてインサイダーアウトサイダー仮説っていうのがあります。それは人が辞めて新しい人を雇って研修とかするのってすごいお金かかるんですよ。私企業勤めたか分かりますけど、まあ、そういう人事部じゃなかったですけど、すごいお金かかるって分かります。で辞められて給料が低いっていうのは不満で辞められて新しい人を雇ってその人を訓練するぐらいだったら賃金を上げてそのままいてもらった方が安上がりなんです。そういう仮説があります。これすごい分かります。で、まあ、皆さん2年後就活やりますけど、まあいろんな会社あるけど雇う方もすごい時間とお金かけてるので、あんまりいい加減なことはしない方がいいですあんまりいい加減なことはしない方がいいです。であとは効率賃金仮説っていって、質の高い労働者を雇用継続するために低いレベルの労働者に合わせた低い賃金ではなくて質の高い労働者に合わせた高い賃金を設定する。やっぱりみんな給料の高い方行きます。まあ、転職の一番の理由は給料じゃなくてなんか仕事のやり合いなんですけれども、でもやっぱり背に腹は変えないですから給料のいい方にそれ行きます。でそういう人って大概優秀な人です。要するに別のところで雇ってくれるような能力があるってことは結構優秀だってことですよね。日本もそろそろそういう世界になりつつなので、辞められちゃうぐらいだったら給料高く設定して、で低い方に設定しちゃうと俺ちゃんと働いてるのに給料低いって言って転職されちゃうから高めに設定するという仮説がありますということです。いずれにしろそうですよ、皆さんも分かりますよね。バイトしててね、時給いくらって応募して、じゃあ来週から来てねっつって、再来週シフトどうするって、じゃあ土曜日だけ行きますっつって、ちょっとシフトちょっと日曜日入ってくれないかなっていうのはあるけど、いきなりいや今週儲かんなかったから時給500円にするっていうのはないでしょないでしょ。そう考えればだから下げるっていうのはやっぱり雇用っていうことでは難しいです。それは面白いことにケインズの以前ではそんなことないと思われてたっていうのは不思議なものです。でビバレッジ曲線はこれはまあいいです。まあ、当然失業者が少ないときは求人数が多いって、それだけのことです。それだけのことです。で、一番最初に話した通り、今日はこれぐらいにしておきます。それで、今日やらなかったここら辺の話、これね、これおなじみのここら辺とか、これね。話はちょっと別の機会にまとめてやります。同じ要素を使っているだけなので、無理やりここら辺の話は今日しないでおきます。で今日飛ばしたところがこの古典派のこれの根拠になっているということです。いずれにしろ今日はこの下方硬直性さえ分かっていればいいです。